渡辺通は戦国時代の武将、毛利氏の家臣。渡辺氏は源の頼光の家臣、渡辺綱の後裔で、佐賀源氏の伝統に従い、代々一時名を名乗った。大英四年、父、渡辺勝が毛利元成の弟、総合元綱を擁立して、元成に反乱を起こそうとして粛清されると、通りは乳母と共に貧乏国々人。 山内直通のもとに逃亡した。通りは山内直通のもとで減服し、通の返旗を与えられている。天文3年から天文4年にかけて元成は山内氏と親睦を図っており、ちょうど良い機会であると思った。山内直通は、通りの毛利氏復帰と渡辺氏再興を元成に要請した。元成は、 渡辺司最高にあまり乗り気ではなかったが、山内司会中のためには受け入れるべきだと判断したため、通りは毛利氏に復帰することを許された。天文9年からの吉田軍山城の戦いにおいては、元なりの作戦に従って別動隊を率いて副兵となり、奇襲によって数倍の兵力を要する天子正久を撃破している。天文11年、 大内義隆による第一次合スと打城の戦いでは、毛利家臣として従軍する。翌天文12年、大内軍は合スと打城を攻めるが難航。さらに領土にて、天子軍のゲリラ戦術を受け兵団の補給に苦しんだ。上に、天子方から大内方に倶えして参陣していた、三戸屋久府、三沢亀、清本城上皇。 吉川沖津などの国人衆が再び、天子方に寝返ったことにより、大内軍は撤退を開始する。伝軍を命じられた毛利軍が、両国の秋国へ撤退する途中、岩見国の大江坂な生狩りで、天子軍に追い詰められると、渡辺通り、内藤黒右衛門元重、しげ、旗の玄米、井上与造衛門もという、井上玄在衛門、三の部よを、 三のへこ三郎ら七人が元成の身代わりとなって、おとり役を引き受け、奮戦した末に討ち死にした。彼らが戦死した場所が、現在の島根県大田市温泉津町オバマの七木坂と、言われる。また、通りの同族である、渡辺平蔵もこの時に討ち死にしている。渡辺通り終焉の地、七木坂、藤明への帰還を果たした元成は、通りの献身に感動し、 決して渡辺の家を見捨てないと誓い、通りの子、蝶を、国行の神として徴用した。その姿勢は、もう年への子子孫尊まで受け継がれ、長州藩の正月の甲冑開きの儀式は、代々、渡辺家の者が、戦闘の栄誉に預かることになった。また、官方2年5月7日には、萩の常年寺に、通の功績を刻んだ、駆逐碑が建てられている。ありがとうございます。